はい、どうもタネですということでございまして、3日目3人目の紹介でございます。桜坂46 3期生ということでございまして、おととい昨日と、逸材が紹介され続けているわけでございまして、なんかこう一日一日こう紹介されていく中で、なんかこうハードル上がるじゃないけど、後から出る人たちのプレッシャーすごいんだろうなってちょっと思ってしまうんで、もうみんなね、まずはまあ平等に見ていきましょうよっていうところだとは思うんですが、はい、ということでね、今日はこちらの方が紹介されましたということで、中島すいません、あのね、これ注意しないといけないんですよ、中島ゆずきさんということでございまして、中島ですね、濁らない方です。昨日が行っちゃうぞバカ野郎でおなじみじゃないんですけど、渚さんだったんですけども、昨日は濁ってたんです、島がね。ところが今日は濁らない中島さんということでございまして、ゆずきさんですね、なんとなんと2人目の福岡出身者ということで、九州勢拍手って感じでございますけれどもね、いやーびっくりしましたね。まさか福岡2人目が来るとは思ってませんでした。福岡まあ1人だろうなと思ってたのでね。はい、ということでまずはね、個人情報の方から見ていこうと思うんですが、2003年の2月17日生まれということで、まだ誕生日は来てないんで19歳ですけども、まあ、今年成人の学年になるわけですね。2002年度ライン、ね、02ラインってやつですけども俗に言うということなんで、高坂まりのさんと同級生になりますね。で、福岡県出身の A 型ということでございますが、見た目の雰囲気からいくと、僕、まあ、これはね、なんだろう、アーシャで見た場合と、本当動画で見た場合、だいぶ雰囲気変わって見えてるんで、ちょっと動画の方でちょっと話をしようかなとは思ってるんですけれども、アーシャだけ見るとね、ちょっと、まあ髪の毛のストレートさがそう感じさせてるのかもしれないけど、ちょっと斉藤飛鳥さんとかね、あの辺の雰囲気も感じつつ、なんかこう、小川彩さんかな、乃木坂の5期の子かな、にもちょっと雰囲気似てるのかなとか思いながら、ちょっとそのこう大人っぽくした感じかなと思っております。ということで、まあ今回の3期の中では、まあお姉さん組に入ってくるのかなといったところですね。誕生日が2月の17日ということで、もうあと1ヶ月ちょいしたら誕生日が来て20歳になるわけですけども、2月17日生まれで調べてみると、乃木坂の井上凪さんが同じ誕生日で、彼女のが年下にはなるのかな。で、過去には斉藤千春さん、今、アナウンサーされてますけれども、彼女も2月の17日生まれということで、坂道的には3人目の2月17日生まれということなんでございますね。はい、まあ福岡ということでね、まあとはいえ、なんか小さい時は大分の佐伯の方に住んでらっしゃったようでございますけれども、なので田舎が好きということで、自然大好きっていうことをおっしゃってましたが、僕もね、まあ田舎育ちですんで、すごくその気持ちはよくわかる。都会行くとね、神社が恋しくなるってね、実はよくあるんです。東京に僕もいた頃があったんですけど、神社ばっか巡ってた時期がありましたね。田舎もんあるあるなのかなわかんないですけど、はい、ね、でまあそういうことで、まあ自然大好きということで、まあ、福岡の方を VTR の方では紹介していましたけれども、今のところ4人福岡がということで、もっと言うと九州で行くとね、プラス宮崎の祭りと鹿児島のゾノがいますから、もうちょっともういっそのこと九州もうちょっと入れちゃって、ガンガン九州から盛り上げるっていうのもありかもしれないよって思いながら、まあまああとは どういうね地方が来るのか分かりませんけれどもね。だからそういう意味で言うと、九州で実は坂道に唯一入ってない熊本っていうのがあるんですよね。熊本の子ってなかなか坂道には呼ばれない。まあそういう意味で言うとね、四国もね今まで呼ばれたことないですから、四国も今回入っててほしいかな、ちょっと。せっかくね、もうせっかくですから、僕四国も全然あっていいと思ってるんですけどね、なかなか四国出身者って坂道には入ってこないんですよね。で VTR の方、の話にちょっと入っていこうと思うんですけれども、VTR を見てると
いろんな子に似てるんですよ。例えば、まあ、遠藤さんとか、あの桜坂のね、遠藤光さんとか、それから横顔の雰囲気とかは由美子会長、それこそ福岡ね、同じ出身地ですけども、ちょっと由美子会長の雰囲気もあったりとかしてました。で、彼女多分2回に分けて撮影してると思うんですよ。その太宰府の天満宮の方に行ってるところと、あともう一つ、その、福岡にあります天拝山という、ちょっと山があるんですが、山のね、自然公園の方での撮影と2回撮影をされてるみたいで、メイクがそれで違うんですよ。で、メイク、太宰府の時の方がナチュラルメイクというか、ちょっとメイク抑えめでいかれてる雰囲気があります。ちょっとノーメイクに近いというかね、ナチュラルメイクで、その天拝山の方に行かれてる時は結構しっかりメイクされてる、感じを受けたんですけれども、なんかそれでね、まあ、雰囲気がガラッと変わって見えてるっていうのが正直あって、あ、この子は本当に化粧映えもしっかりされるかもなっていうのはちょっと見てて思いました。で、あの目、それこそネイルとかヘアアレンジとかそういうのも好きだっていうことでね、おっしゃってましたんで、ビジュアル路線でいけるタイプかもなと思ったりも。二重も綺麗でしたね、見てたらね。うん。で、自分は根が真面目ですということを先に言ってたんですけども、あの根が真面目って言うと本当にそのおしとやかっていうかね、なんか、ま、前の二人が高校生だったので、まあ、彼女は多分大学生かも社会人だと思うので、そういう意味で言うとなんか大人びてる見えるというか、しっかりした女性に見えたんで、でもね、笑顔がね、すごくこう、なんだろうな、やっぱりこう上品というか、うん、八重歯がちょっといい感じだなって僕は思いましたけども、はい、チャームポイントにもなりそうかな、まあ強制されるかどうか分かんないですけどね、はい。で、太宰府の方でね、ちょっと食べ歩きをして、もなかを食べてましたけども、やめ茶あん、やめ茶っていうのは福岡のね、南部になるのかな、南部にやめ市っていう市がありまして、お茶の目さん、お茶がね、こう特産なんですけども、僕も何回か2回行ったことあるんですが、そのやめ茶を使ったあんこのもなかを食べられて、その後太宰府天満宮の前で明太子茶漬けも食べてましたけど、なんか食べてる姿もね、上品でした。ほんと上品で真面目でおとなしい子なんだけど、なんかこう可憐さというかね、そういうのもありつつ、やっぱこうまた今まで紹介されてた2人とはまた雰囲気が違うなというところでね。やっぱり一番印象的だったのが、その先輩を応援してくださる皆さんがバディーズであって、私たちを最初は歓迎されてない部分もあるかもしれないという話でも、入ってきてよかったと思ってもらえるように頑張りたいということをおっしゃってましたけども、まあこれってやっぱりね、その欅の時にね、1期生がまあ21人で頑張ってきてて、その後に2期生が入ってくる時にやっぱりいろんな意見が出たんですよね。で、それで正直多分今の2期生ってすごく辛い思いとか、本当に言われのない部分っていうところも感じながら頑張って、今こうやって元気いっぱいにね、桜坂として活動できてるわけで、これってその彼女はそれを感じ取ってこのグループに入ってこようとしてる。で、正直なことを言うと、僕らまあその僕も欅の時から応援してますけど、先輩を応援するっていう部分も当然あるんですよ。1期生2期生っていうものを今までの応援してる。だからといって僕個人としては3期生が入ってくることをすごく今楽しみにしているわけです。で、これなんでかっていうと、当然アイドルっていつかは卒業していかなきゃいけない。で、そうした時にグループの色っていうものが、まあ、必ず同じ状態でキープできるものではないと思ってるんですね。でもその根底、幹にある部分だけは変わらずに、その、イメージというかね、それをこう維持し続けてることで僕らが応援し続けようと思えるかどうかっていうところだと思うんです。で、彼女はそこ
をしっかりと受け継ぐ意思を持って入ってくるという初心表明のような僕はこの言葉をね聞いた時に感じたので、もう大歓迎ですよ本当に。こういう気持ちで入ってきてくれるんだったらもう 100% 応援しますよっていうね、全然そんなにね、先輩を応援するという気持ちよりは桜坂がこうやって盛り上がることが一番僕らファンは嬉しいことなのでね、こうやってそういう気持ちで入ってきてくれる部分ってすごく嬉しいなと思いましたね。まあということでね、福岡出身の女の子でございます中島ゆずきさんね、濁らないですからね、中島ですからね、山崎天さん、中島、ゆずきさん、そして、小島、渚さんということでこのファンがよくある濁る濁らない表記の注意点ね、気をつけたいと思いますけど、はい、ちなみに島の漢字は横に山ですね。普通一般的な島ってね、こう鳥の点々が山になるんですけど、山が横について横に鳥でございますんでね、お間違いのないように優しい月と書いて柚月ね、桜月という曲が出るタイミングで合流する彼女、期待したいですね。いやいやいや、でも彼女がバキバキのダンスとか踊ったら映えが違う、ギャップがすごいことになるだろうなと思いますし、彼女はねでもメイク映えは絶対する、うん、で鼻筋が綺麗、本当に横顔の鼻筋むちゃくちゃ綺麗でしたんで楽しみです、これからどういう子になっていくのかね。あ、ちなみに身長の予想に関しては今回は本当に難しい。この髪の長さでいくとね、後ろ姿のでいくと可能性がありそうなのが、ちょうど真ん中の子か、右から4人目の子かなぁとは思ってます。多分どっちかか、もしくはね、もしくはね、髪質でいくとね、右から3人目もありそうなんですよ。なんとも言えないですけど、はい、ちょっと毛量的に右から3人目が一番雰囲気はあるのか、まあ、分かりません今回は本当に後ろ姿の判断はちょっと難しいと思ってます。はい、160センチ超えではあるかなっていう雰囲気は感じるんですが、どうなんでしょうかということで、まあそれも含めて、まあ、これからね今後紹介されていくと思いますので、ぜひ楽しみにしていこうと思いますということでね。いやー、もうすでにちょっと、まあ僕結局推しが1期生小池美奈美、2期生関由美子、新2期生増本キラって状態なので、まあ3期生も誰か1人は推しメン作りたいなとは思ってるんですけど、もうすでに相当悩んでますこの子の、まあ全部が分かってないからっていうのもあるんですけど、マジで、どうしましょう皆さんはどうでしょうかね。ということで明日もまた紹介が来ますんで、祝日ですか明日はね、はい、楽しみに待とうと思います。それではまた次回、運営さん頑張って。